ようやく第五地区か。しかしいくら隠れ信者とはいえ、一般市民を相手にするのは気持ちのいいものではありませんでしたね。No survivors! I want every one of them gutted and left to rot in the sand! 見た目も中身もこんだけイカつけりゃ今度は気持ちよく戦えるんじゃねえのか。それでは心置きなく暴れましょう。行くぜ、正面突破だ。 I'm gonna put you in your place! おっしゃ、行くぜ。行きますよ。また強くなっちゃった。What the hell you want? I'll sue you! さてやりますか。行きますよ。こうねえのか。腰抜けろ。かわせますかね。くれ。行くぜ。
これもまだ若いね。さらにお役に立ちましょう。吸収が早いのよね。悪くいけるな。調子は最高ですね。Nosy bunch of chumps. You think you can move in on us? Think again. You're outnumbered. Better start saying your prayers. もう後戻りはできませんよ。もともと戻る気なんかねえよ。お変わりないようですね。それでこそ春日さんです。ありがとうよ。そんじゃ、一緒に暴れるとしようぜ。ええ、お任せを。やんのかこの野郎。行きますよ。ビビってんのか。ほら来いよ。Let's go。ガンガン行くぜ。俺もやれるぜ。おや。俺の番だな。黙らせてやる。こっち来いよな。これが俺の真骨頂よ。鍛錬の成果です。くそ、キリがねえぞ。さすが想定以上の戦力ですね。しゃあねえ、一旦どっかに避難するか。ねえ、あそこ入れそう。ついてきて。逃げ込んだはいいが、そこら中ボロボロで気味が悪い。おう。
Get ready for this! さあ、やりますか。私の番です。いつでもいいぜ。圧勝的に行くぜ。You think I'm stupid? お手並み拝見。腰抜け野郎が。うさ。圧勝的にタイム。おじけづきました。ずっと行くぜ。俺の番だな。もらった。行くぜ。お手並み拝見。こいつで行きますよ。ガンガン行くぜ。ここらで引き出すだな。いいコンディションだ。開けてみるか。やったぜ。悪くねえ。What you looking at? You don't want to mess with me. 準備はできてるぜ。私の番です。
悪くねえ。いけるな。いけるじゃ。おいしい。おいしい。味が軽いぜ。さっさと始めようぜ。行きますよ。Come on。そら。ガンガン行くぜ。二人がかりだ。俺の番だな。いくか。私の番です。やんのかい。俺来い。いいね。いいな。いけるじゃねえか。悪くない。I'm gonna school you! 準備はできてるぜ。私の番です。来ねえのか。Are you Lolo? いいな。
didn't think you'd make it this far. But a little death is here! いきますよ。 You think I'm stupid? お待たせしました。 Screw you! ありがとう。俺の番だな。 おじけづきましたね。もらった。次は俺だ。こうねえのか。黙らせてやる。私の番です。かわせますかね。 また成長しちゃった。吸収が早いのよね。
開けてみるか。開いたぜ。なあ、ああ、this will be too easy. You're going to the ER after this. やりますか。行きますよ。Do your work. いつでもいいぜ。ほら来いよ。これ来い。そう、な。受けてみな。よし。いや。よし。勝利、勝利。うん、おいしい。いけるじゃん。お、Yo, I didn't steal crap. さっさと始めようぜ。いきますよ。よし。Let's go. やんのかい。ガンガン行くぜ。おじけづきましたか。ガツンと行くぜ。じゃあな。体の出来じゃねえか。体の。うまい、うん、いいね、おいしい、うん、うん、おいしい、キレがいいです。おお、奥から海の音がする。開けてみるか。やったぜ。さあお嬢ちゃん、お船に乗ってネレ島まで旅行だよ。何？あ、カスガ、ここまでたどり着くとは大したものだよ。カスガ、来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよ。そいつはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎねえからよ。
愚かな連中だ。覚えておけ。私に非道な決断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスガ！クソ！よくやった。強い子だよ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いだな。だがそれ以上に嫌いなのは浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか、ハワイじゃ毎年サメに襲われる人間が 3,4 人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。ここがお前らの死に場所だ。片付けましょうか。私の番です。腰に出ますが。俺の番だな。いくぜ。
腰抜けやろうが。ズリア！無茶しやがるぜ、あんな野郎。この辺りは爆発物だらけだ、気付けろよ、カスカ。行くぜ。ありがとうございます。ついてこれますかね。ビビってんのか。これこい。いいぜ。
回復しとくか。ぶちかます。受けてみろ。行くぜ。ゴミどもが。これよ。私の番です。ほら来いよ。お願いかかってきな。これを。ありがとよ。攻める気だ。よし、上昇、これが俺の進行。また強くなっちまった。へへ、俺もまだ若いね。さらにお役に鍛錬のせい。もう安心していいぜ。悪い奴らはみんなお昼寝の時間だ。春日さん、怖かっただろう。怪我者してないか。大丈夫か。そうか、茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。うん、あのどうもありがとう。お安い御用だ。
ただいま。ロリ、アカネ、無事だったのね。よかった、本当によかった。アカネ、ごめんね。ラニ、怖い思いをしたね。怪我はない？大丈夫、春日さんが助けてくれたから。ありがとう一番。約束でしたから。そうか、よくやったな春日。キリュウさんとの約束ですから。あ、そうだ、ラニちゃんと電話変わります。声聞きたいでしょ。いや、今はまだやめておこう。ラニの身が安全とは言い切れねえ以上、気持ちを緩めたくねえ。実はパレカナの隠れ信者ってのが街に溢れてて、ハワイ中が敵の庭みてえな状態です。いつラニを奪われてもおかしくない。カスカ、アカネさんとラニを連れて日本に戻れるか。二人にとっては日本の方がずっと安全だろう。ええ、そうなんですけど、空港や飛行機の中にも隠れ信者が潜んでるはずです。大道寺一派のセーフハウスでのやり取りが A ちゃんの内通で筒抜けになってるって考えると、もう一派の専用機も使えねえと思ってます。多分ブライスの手先が下なめずりして待ち構えてる。確かにな。だがラニの包囲網は日に日に迫ってくるはずだ。時間との勝負だぞ。ですね。なんとか方法を考えてみます。それじゃ。聞こえてたぜ、ハワイを出るんだろ。でも簡単な話じゃないわよ。一番の言うように飛行機は使えないし。そんなら船はどうだ？日本に向かうクルーズ船とかよ。私たち以外の乗客やスタッフがいる限り同じことです。だったら富士宮家の力でプライベートジェットとか手配できないのか？無茶言わないでよ。お困りの様子だな。一言みてえに。いや、実際あんたには一言か。釣れないな富澤君。でも俺に日本に行く手段があるって言ったらどうするよ。何？冗談を交わしている余裕はありませんよ。怖い顔しなさんな。冗談だと思うならまあ好きにしろ。俺も無理に続ける気はねえ。話聞かせてもらえるか？おい一番、トミーが警戒するのはわかるけどよ、俺らはもう病に助けられてんだ。話くらい聞いてもいいだろ。分かったよ。改めてその日本に行く手段ってやつ聞かせてくれねえか、病。なに簡単だ。うちで持ってる船がある。そいつに乗せてやってもいい。船？ああ、小型の引き船だ。借金の方に取り上げたやつでな、使い道がねえから放っておいた。だからうちのもんだってことはブライスにバレてねえ。それは好都合ですが、ハワイから日本まで6000キロほどあります。小型船で渡れる距離とは思えませんが。船で行くのはハワイ沖までだ。そこで訓練中の海上保安庁の航空機に便乗させてもらう。もちろん話は通ってる。海上保安庁？それに話が通ってるってどういうこと？何その都合のいい話。説明する義理はねえ。お前らは話に乗るかどうかを決めるだけだ。作り話にしたって舐めすぎじゃない？
どうする春日、願ってもねえ話だ。そう言うと思ったよ。ずいぶんあっさり乗ったな。あんたが言うか。どっちみち手詰まりだったんだ。桐生さんも言ってたが、時間との勝負だしな。それに、それにあんたの言うことは結構信用してんだ。割と俺とあんたは似たもん同士だと思ってるからな。ああ、あんたも結構貧乏くじ自分で引きに行くタイプだろ。違うかい。大外れだ。俺はそんな間抜けじゃねえよ。それは残念。でもまあ返事は変わらない。どうだい。明日の朝出航だ。準備はそれまでに済ませておけ。ありがとうよ。みんなもいいか。ったく勝手に話進めやがって。ほんと急いで準備しなきゃ。いつこっちに戻れるかもわからないんだし。ふん、話に乗ることには賛成なんだな。病は信用できないけど、一番の判断は信じるよ。ああ、文字通り乗りかかった船だ。とことん乗ってやら。そういうこと。ふん、頼もしい仲間ができましたね。ああ、おい、ああ、ああ、心も体もバッチグーよ。Pause a moment. Hey. Roger that. こっちこっち。Pause a moment. Roger that. Beat it. Aruba. Yo. Hey, asshole!
待たせたな。ブライスに感づかれると面倒だ。早いとこ出るぞ。親父、どうかお体には気をつけて。わしら、いつまでも親父帰りを待っとりますけ。でけえ声出すな、バカ野郎。戻るまで死ぬんじゃねえぞ。親父、助かれ。ね、親父。一番も気ぃつけてな。え、トビー。ちょっとあんた、なんでそっち側にいるのよ。だって俺やっぱりこっちの人間だし、日本行ったことねえし。親父さんが日本人なんだろう。一度くらい日本を見てみたくねえか。そりゃ行ってみたいけど、でも俺にとっちゃアウェーだしな。今の俺らにとっても日本は安全な状況じゃねえ。だからこそおめえの力が必要なんだ。考えてないで行くわよ、トミー。分かったよ、お前らにそこまで言われちゃしょうがね。本当は一緒に来たくてしょうがなかったくせに。素直になれない俺も可愛いだろ。めんどくせえやつだな。気に出たな。ああ、このまま無事に海上保安庁との合流地点につけるといいんだが。あいにくだな、客だ。あ？ドワイト。しつこい野郎だ。止めろ。二人はここに。ヤマイ、アカネさんとラニを頼む。手短に片付けろ。長いはしたくない。ここらは餌場だからな。餌場？アドバイスだ。海にはなるべく近づくな。何か知らねえが、分かった。行くぜ。うん。お別れの挨拶もなしなんて寂しいじゃないか、春日。俺の中じゃとっくにあんたとおさらばしたつもりだったんだけどな。ドワイト、てめえよくのこのこと出てこれたもんだな。例の素敵な写真そんなにばらまいてほしいか。いや、富澤君だったかな。君たちをここで始末すれば、それもこれも全て解決だよ。見逃してやったのがアホらしくなってきた。ハワイに来て以来、望んだものはどんな手段を使っても手に入れてきた。一度だって諦めたことはない。そんなら最後に、人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあ、そろそろ始めようじゃないか。サメ？餌はってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところをこの目で拝ませてもらう。
この状況でまだやる気なの？引かれてるよ、あいつ。とにかくサメの動きに警戒を。サメ気ぃつけろトミー、下手に近づくとやべえ。ノーマス、よっと、ガンガン行くぜ。受けてみろ。
くか。やんのかい。ありがとうございます。回復ですね。回復しとかねえと。
て。ぶちかます。ありがとうございます。ほら、来いよ。毒と味わえ。ようやく死に様が見れそうだな、カズヤ。行きますよ。かかってきな。よし。また合わせますかね。よし、行くぜ。ありがとう、ありがとうございます。エジプトだ。
終わらせる。コツつかめたんよし。これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃう。勝負ありだ。どうする？ブライスに泣いて謝るか。お前はブライスを甘く見ている。使命を果たせなかった私を奴が許すと思うか。いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ、あんたあの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前はブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。何が違うってんだい。パレカナの教祖なんてのは奴の一面に過ぎん。奴は誰よりも恐ろしい怪物だ。あ？それは自分の目で確かめるといい。百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするかな。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病？サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だが、連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだろう。自分で餌はここにありますって言ってるようなもんだ。まあイミテーションキングの最後としては上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回して、そこで幅利かせてたドワイドが海の主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから取り戻すためにあの海の主に生かされたのかもしれねえな。トミ、あの写真どうするの？消すよ。死体切りの趣味はね。バカ野郎が。
本当についちゃった。ここ日本でいいんだよね。ああ、海上保安庁の航空基地だ。帰ってきたんだな。へえ、これが日本か。なんか殺風景だな。当たり前だろ、空港の端っこだぞここ。それにしても病はなぜこんなルートを用意できたんでしょう。それなんだよな。あ、おい、あれ、あ、あれってどうも、足立さん、それに春日一番、久しぶりだな。そうか、あの子がラニか。伊達さん、まこっちゃん、なんでここに。ん、病から聞いてないんですか。おい病、まあいいじゃないですか刑事さん。病豊かだな、こうして会うのは初めてだな。捜査一課の伊達誠だ。病だ。へえ、あんたが伊達さんか。ああ、突然連絡があった時はたまげたが、病豊か、田畑修二殺害の罪を認めるんだな。ええ、田畑をやったのは自分です。なんだよおい、全然わかんねえって、説明してくれよ。部外者に話せる内容じゃないんだがな、お前らを部外者っていうわけにもいかねえか。病がかつて東城会直系の田畑組ってとこにいたことは知ってるか。はい、そこの組長をやっちまって国外に飛んだって。そこまで知ってるならまあ話は早いか。事件後、病は今に至る30年近くを国外逃亡していたが、つい最近になって自ら出頭を申し出る電話をしてきたんだ。それもわざわざ俺を直接ご指名でな。出頭？あんたは話のわかる刑事だって聞いてたからな。勘弁してくれ。殺人とはいえ30年近く前の事件だ。捜査はとっくに打ち切られてた。なのにいきなり犯人本人から電話が来たって時はガセだと思ってたんだが、警察でも一部しか知らない当時の犯行現場の状況をはっきり言い当てやがった。それで俺は電話の主が病本人だと判断した。病は出頭することを条件に数名の連れと一緒に秘密裏に日本へ渡る手立てがないか俺に打診してきたんだ。そんなことをしなくてもアメリカとは犯罪人引き渡し条約が結ばれてるからな、正規の手続きで病を日本に送還することはできる。当然俺は病の提案を突っぱねたんだが、こいつはそれが絶対条件だと譲らなくてな。そのまま話をなかったことにするのはできたが、おそらくこれが事件解決のラストチャンスだったからな。海上保安庁の知り合いに掛け合って日本に渡るルートを工面してもらったってわけだ。たく、久しぶりに方々頭下げに駆けずり回ったぜ。なんだよ、じゃああんた自分の逮捕と引き換えに俺らを日本に連れてきてくれたってのか。富澤君にはそんな美談に聞こえるのか。人殺しが今さらのこのこ出頭しましたってだけの話だ。そりゃそうだけどよ、なんだよその言い草。病の連れがお前らだって知った時はたまげたぜ。まあざっと経緯はこんなとこだ。ああ病、このまま署へ向かう。さあ行くぞ。おい刑事さん、殺人犯の言うことなんか信じちゃいけねえよ。はあ、うん、病警部大丈夫ですか。
いいから山を追え。待ってくれトミー。あいつは俺が連れ戻す。だから少しだけ時間をくれねえか。頼む。何を。あいつは悪党だけどよ、今さら逃げ出すなんてそんなせこい野郎じゃねえんだ。俺あいつに何年もこき使われてきたからわかるんだよ。なんか事情があるはずなんだ。ちょっと病にかまってる場合、私たちそんな余裕ないでしょ。ええ、今は何よりも茜さんとラニちゃんの安全確保が急務です。伊達さん、俺からも頼みます。俺らはあいつの連れだ。連れ戻すのは俺らの責任でもある。一番ちいちゃんも半純義も正しい。でもよ、このままあいつを逃亡犯にしちまったら罪がぐんと重くなっちまう。俺らは病に借りがある。このまま見捨てるわけにはいかねえんだ。一番バカなことを。待て伊達さん。キリュウから話は聞いてる。その子ラニを守るためにあいつは今文字通り命を懸けてる。は病を負うことはお前にとってそれよりも大事なことなのか。どっちがじゃねえ。どっちも俺には譲れねえんです。言われるまでもねえ。俺たちはあの人から茜さんとラニを託されたんだ。手分けすりゃ二人も守れるし病も負える。もし病を連れ戻せなかったらお前たちが病の逃亡を幇助したと捉えられても仕方ないぞ。分かったのか。はい、覚悟してます。ほんとトラブルを起こす目してる。やっぱり似てるな。足立さん、俺は春日含めてこいつらのことをよく知らない。だからあんたにかけます。信じていいんですか。ああ、まこっちゃんの信頼には必ず応える。約束する。足立さん、ほんとお人よしですよあんた。まこっちゃんが言うか。おい春日。はい。病が何か理由があって逃げたってんなら、多分あいつは田畑由衣を探してるはずだ。それって病が惚れてたっていう。ああ。病が日本で思い残してることなんてそれぐらいしかねえだろうからな。ありがとうございます。おい、トイレどこだっけか。朝から腹の調子が悪くてよ。トイレ？あらから、また痛くなってきやがった。こら2時間はこもることになりそうだ。ちょっと伊達さん。まこっちゃんは2時間待ってくれるってよ。あんまり時間はねえな。急ぐぞ。伊達さん、ありがとうございます。俺も少しはいいとこ見せねえとな。半純義、茜さんとラニを頼めるか。お早いお帰りをお待ちしていますよ。でもどうやって探すの。病が田畑由衣に会おうってんならカムロ町に向かったに違いない。田畑組の関係者がまだ大勢残ってるはずだからな。よっしゃ、急ごうぜ。なあ、おう、うん、足立さん。ああ、
絶好調だ。本当かしら。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。調子出てきたな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。腰が張るぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。調子いいね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
ああ。なあ。なあ、うん？え？すまねえ。ああ？春日。なあ、え、くそ、は？おう、いいぜ、やっ、準備はできてるぜ。よし、おい、おら、なんだ、どうした、来やがれ、はぁ、やっ、うわ、上出来ね、よし、吸収が早いのよね。くそ。おう。ああ。ああ。
お久しぶりです、アネさん。どうなった？遅かったな。田畑唯、この人が。山井、あんたここで何するつもりだったんだ。ここに来たってことはそれなりに調べは済んでるんだろう。復讐するつもりだったのか、その人に。ずいぶん手前勝手な話じゃねえかよ。勝手に惚れて手出した挙句旦那さん殺して。逆恨みもいいとこじゃねえか。そうだな、返す言葉もねえ。なんだよ、ちっと反論しろよ。てめえがそんなケチなやつかよ。なんだよそれ、難しいな富澤君。アルツハイマーだそうだ。57のはずなんだけどな。若年性ってほどじゃねえが、だいぶ早い。俺のことなんてまるで覚えちゃいねえみてえだよ。ああ、30年前か。
当時の姉さんはそりゃ派手な人でな。買い物一回で数百万は当たり前。そんで毎晩シャンパンタワー建ててたよ。俺らが血眼になって稼いでも焼け石に水。ほんと困った人だった。でも惚れちまった。こればかりはどうしようもねえらしい。あんたがベタ惚れか。らしくねえな。らしくねえことをしちまうのが人間ってものらしい。姉さんの奔放さを親父は黙認してた。だが男を作るとなっちゃ話は別だ。姉さんはよりによって組の頭とできちまってな。遠からず親父にも気づかれる。そんな折に目つけられたのが俺だった。姉さんは俺が惚れてることなんてとっくにお見通しだった。二人きりで呼び出されて言われたよ。頭との仲が知られたらきっと自分は殺される。だから先に親父を始末してくれ。バカだよな。どうやったらそんな頼みを聞こうと思う。でもあんたはやった。万に一つでも。そうすりゃ姉さんが振り向いてくれるんじゃないか。二十歳そこらの若造はそう思ったらしい。姉さんの立てた計画はこうだ。当日組長室の親父に話があるって。俺を付き添いにして姉さんが入る。頭の剣をあえて出して激高した親父が姉さんに手出そうとしたところを俺が正当防衛の手で殺す。警察にも組の連中にも俺のことは姉さんが守ってくれる。そういう約束だった。けど実際はまるで違った。俺が親父を殺したのを確認すると姉さんが急に服を乱して部屋を飛び出した。病が親父を殺した挙句自分を襲おうとしたってな。なんだよそれ。じゃああんたはまんまとはめられたってわけだ。いやはめられたってのも違うな。ああなるってのは分かりきってたことだ。サツと組の追ってから逃げてる間一度だけ姉さんの様子を見に行ったことがある。親父が死んでまだ間もない頃だってのに人目もはばからず頭とイチャついてたよそう思えばあの時からだったな。寒気が止まらなくなったのは俺は目の前の何もかもから逃げ出したくなって国を飛び出した。それが事件の真相ってことか。信じる信じないは好きにしてくれ。そこまでされたんならよ、なんであんたこの人をただぼーっと見てたんだよ。殺す時間はあったんじゃねえのか。ここに来るまではそれもありかと思ってたんだけどな。もう朝ごはんの時間けどなんだかバカバカしくなっちまった。なんだろうな、とっくに勝ち逃げされたんだなって気持ちかね。ああ、さてと話はこんなところだ。お前らもこんなところで油売ってる場合じゃねえだろう。まったくだ。誰かさんのおかげで随分時間を食っちまったやっぱり俺の直感は正しかったな。ああ、あんた
やっぱり貧乏くじをてめえで引きに行くタイプだって。口の減らねえやつだ。正直意外だった。あんたがこんなに自分のこと話すなんてよ。俺もだ。言い訳したくなったのかもな、お前らには。さ、あの刑事さんをこれ以上待たせちゃ悪いな。俺は先に行くぜ。ねえ、暖房つけてくださらない？ここ冷えるわ。だな。